在日ウクライナ人ら渋谷駅前で抗議ロシア軍がウクライナに侵攻した24日、東京都港区のロシア大使館周辺は、警視庁の警察官数十人が警戒に当たるなど物々しい雰囲気に包まれた。午後3時45分頃には、30代のロシア人男性が、戦争を止めろと英語で書かれたダンボール製のプラカードを掲げ、抗議の気持ちを示した。一方、 ウクライナ大使館、港区には関係者と見られる車両や人が頻繁に出入りした。3等書記官の女性42は家族や親戚も多いので不安で心配している。プーチンは何をやっているのかと言葉づくなに話した。JR 渋谷駅前では午後6時ごろ在日ウクライナ人ら約30人が抗議活動を実施、国旗を広げながらウクライナに平和を ストッププーチンなどと声を張り上げた。